この4人でビワイチをしたいと思います。はい、じゃあ行ってきたいと思います。行ってきます。準備がありがとうございます。そうだ。そうっす。力抜けちゃう。力抜けちゃいますよ。もう一丁。今回の動画パンク修理動画。お前や。あらら。あ、ほら。させるさせる。完成してる。そうやん。いっちゃってますね。ダイヤブート。ダイヤブート。プルプルしてる。何しとる？自分何しとる？よかった。こういう風に行ってここら辺に三田セコイアがあるんですけど、20キロぐらいですごいビワイチで唯一自然が多くて、湖畔沿いを走れるところになります。で必ずと言っていいほど私猿に遭遇するんですよ。猿見れると思います。はい、日本猿がいる地域、ここら辺めっちゃいます。ここら辺猿いるやん。うまい。温まる感じる。いただきます。うん。サクサク。サクサクですか。うん。うまい。うまい。うまいですか。うまい。伝わってくるすごい。めっちゃうまい。塩麹って書いてました。麹。うん。美味しいやつや。使ってる使ってる。使ってる使ってる。麹使ってるわ。麹。食べましょう。一人ずつ握ってしまう。最後はあれやで、これやで。ね。可愛い。可愛い。もう可愛いよ、表現する。ああ、いいね。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 自分の可愛いを探す旅みたいなやつ。ちょっとね、逆の種類が違う。可愛いでしょ。入門したて。入門したての初々しさが。初々しさを表現。まだ細いから。わらわら。回ります。かぼちゃ。ああ。あ。うん。出んのか？出んのか？出んのかい。キャラメルや。あんこどこ行った？だから。キャラメルなんていうの？あんこだろ。あんこってない。動画的になるほど、なんかそういう癖があるんかな。じゃあそれを作りましょう。もう作りました。ぐるっと回って2回目のパンクです。2回目のパンク。ほんまに？よし、用意しましょう。あ、グローブ。チューブあります？チューブあります？チューブないです。チューブありますあります。何 C ですか？25C。これ多分25C。シュワルメだとか。この勘が冴える。パンクするだろうなっていう。これ全員持ってきてるわけ。これどこでしょうね。どこやろう。でもなんか琵琶湖ってなんか段差多いし、ちょっと石がありますからね。なんか石が多めのあのコンクリートの、そうですね、アスファルトの道があったり、あっちはなんかもうあの月9かっていうやつで、こっちはすごいパンクしてるんですけど、シュールすぎだよね。月9かっていうのにこっちパンク中にしてるからね。しかも聖地なのかね。パンクの聖地やで、パンクの聖地で。前のとこじゃないですか。ちょっとバルブコア取れた。凍結しちゃいました。凍結した。バルブコアでもあれや、チューブがあるから残ってるから、それ繋げばいいんだけど、またこれせない。バルブコアちょっとはまった。あれもうこれクローズにしてます。ふにゃふにゃじゃん。あ、でもバルブコアだけ回収すれば終わりっすね。ネジコンやんか。回収してネジコンはやられてる気がするんだけど。これチューブ？チューブ。あ、抜けました抜けました。抜けたけど不安が残りますね。やっぱボンベ怖いわ。俺も前も失敗したからな。ちょっとやっぱこれ冷えるじゃないですか。抜けにくくなった時ありました一回。はい。ちょっと硬かった。なんかすげえ凍ってるんですよ多分。そう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 。真っ白になってたからバルブも。そうそうそう。で、僕何したかな、水かけたんかな。あ、そんなに。水かけて溶かしてみたいなことしたような気がします。あ、抜けねえってなって。うん、固まっちゃうの。これ冷えないのこれ。でも次パンクしたらみんなでチューブ補修して直して最初のやつ直して状態いいやつをやってやる。怖いわもう。販売いたしました。お土産のバームクーヘンやったな。バームソフトとか。バームソフト。それにする。もうそれにする。それでいい。それごと持ってきゃいいってこと？これ水落ちとるね。美味しいよね。